皆さんこんにちは、ワンダリングリフィッシュです。信長の予防創造戦国理史伝の続きをやっていきたいと思います。前回までにですね、ご覧いただいている方いらっしゃるかもしれないんですけども、本能寺の変のシナリオでスタートをして、本能寺の変を起こすかどうかという分岐で起こさないという選択肢を取ってですね、その直後に信長に対して独立をするという明智光秀でのプレーを行っています。で、今回はですね、対北条戦の軍団長になりました。だいぶすっ飛ばしましたけど、独立したものの信長に滅ぼされて、今は信長の家臣にまた戻ってます。で、前回独立した失敗を今回はなんとか生かそうということで、きっちりと軍団長になって力をつけた上で信長に独立戦争を仕掛けていきたいなと思ってますので、今対北条戦の軍団長になりましたから、北条の領地をどんどん奪って勢力を拡大していきたいと思います。では早速始めていきましょう。今ですね、軍団長として指揮下にあるのが全部で6つかな。富士吉田、八方、国峰、この辺りが全部、傘下に入ってますね。ですのでこの辺りの城を中心に城を押さえていきましょう。まずは押し城攻めになりますかね。今伊達も北条の城を狙ってきている状況ですので、伊達より先にちょっとでも北条の城を奪っていきたいっていう思いがありますからね。どうかすか攻めていきましょう。ご覧に入れよ。我が戦お見せしましょう。かしこまりました。勢力を結集して挑む感じになりますかね。出るぞ。あと出陣してない城があるかどうか。もうね、全軍を持って攻め込んでいきたいと思います。こんなところかな。あとは人材をどんどん参加に収めていきましょう。もう明智一族はすべて家臣として取り込んでいるはずですので、ちょっとそのあたりも見ていきましょう。そうですね、すべて取り込んでますね。そしたら真田信繁、雪村ですねをもらっていきましょう。出るぞ。必ずや勝つ。いざ参ろう。出陣する。貝姫が防御に出てきてますね。ここはも一気に取りましょう。加勢しよう。出るぞ。必ずや勝つ。ご命令ください。できるだけ早く城を取っていかないと、伊達にせっかくの城を奪われてしまうので、そこはね注意しながらサクサク取っていきましょう。で、今真田信繁、雪村手に家臣に加えたので、こっからは真田一族を全部取り込んでいきましょう。出るとするか。出陣します。出陣する。助け立ちいたす。で、この辺の余った部隊は高橋内輝とかもいますが、岩
バースキー場にお任せください。進めていきましょう。お任せください。我が戦どっちが先に江戸城を取れるか、表情を始めましょう。先月の終始です。競い合いな感じになりますね。押し城は城攻めの、中心的役割は果たしましたが、どうやら城自体は信長の直轄領になってますね。残念。まずは河野田、甲府台と江戸城、ここまで一気に攻め上りたいな。で、織田軍はここで伊達軍と戦闘がし始めてますね。あんまり良くない傾向だな。いざ戦え。我が戦お見せしましょう。逃げたければ逃げなさい。表情を始めましょう。報告いたします。ここはどんどん家臣を増やしていきましょう。お船、お船ちゃんって誰なんだ。お船って書いてありましたよね今。真田何々ちゃんとか明智何々ちゃん、織田何々ちゃんじゃなく、お船って書いてました。あとは、お国、出雲のお国をじゃあもらえますか。また女子ばっかり集めちゃってますけどね。俺がやろう。切り取り次第になってるはずですが、ここも岩槻も自分の事業にはできなかったかな。そしたら江戸城へと進行していきましょう。表情を始めましょう。小田原の総攻めに入る前にできるだけ削っておきたいですからね。我が戦でご覧に入れよ。伊達勢が攻めてきたか。甲府台の方行ってほしかったな。これは北条と伊達との二面戦争になりそうですね。表情を始めましょう。先月の終始です。
北条の領地は切り取り次第だと思ったんだけど、切り取り次第ではないですね、今見てる感じだと。でも北条を攻めるという意味では同じでいいでしょう。設定されたルートが長すぎると言われちゃってますけど、お任せください。そんなことはないでしょう。めっちゃ近いじゃん。なんかここはちょっとバグかな。普通に選択してもいけなくなってますね。出陣するぞ。毛利が島津に滅ぼされた。早いな。確かに毛利が落ちてる。落ちてるというか滅ぼされてますね。毛利と長宗我部じゃない、島津と長宗我部に毛利が食われていて、今すでに信長と島津が隣接する形になってるな。島津が約30万総兵力、長宗我部が14万か。これは信長軍と島津軍が激突するのも時間の問題ですね。伊達もかなり勢力大きくしてるしね。これは急がないと。独立する前に信長がご命令ください。先月の終始です。しちゃいますね。伊達軍も続いてくるね。甲府台は織田軍ではなく伊達軍が取るかもしれないな、このままだと。いざ参ろう。我が戦ご覧に入れよう。表情を始めましょう。報告いたします。で、江戸城は我が城になりましたね。江戸城にそしたら信繁と杏ちゃん、真田2名を派遣しましょう。今押し城がそして取られそうになってるんだな。押し城は騎乗するぞ。渡すわけない。騎乗するというわけで押し城の防衛戦に入っていきましょう。でまた長すぎるとかっていうバグが、バグでしょこれどう見ても出てるんで、地道に進んでいきましょう。別ルート。どういうこと？これすらも長いって。動けないな。一旦騎乗させるか。そしたら騎乗させる途中で押し城に乗りましょう。出陣するぞ。絶対長すぎないでしょこれどう見ても。あでも織田軍が吉城に向けて援軍を出してるので、まあここはあえてこちらから出さなくてもいいかな。そうするとちょっと様子見に徹しましょうか。
表情を始めましょう。先月の終始です。で、江戸城の改修を急ぎましょう。そしたら江戸城はやっぱり結構ありますね、いろいろ。水源もあるし、どんどん大きくしていきましょうか。先に建設をしていこうかな。そしたら平地にあるんで進出するできる領地もかなり大きかったですね、今見た感じだと。で、北条勢はというと、もうこの千葉県の南部と神奈川県の小田原城を含む3つの城だけになってるね。あとは伊達がかなり伸長してきてますね。これは織田軍と伊達軍がぶつかるのも、北陸方面、東北方面でぶつかるのも時間の問題ですね。失礼します。出るとするか。教場を始めましょう。先月の終始です。そしたら兵力が回復したところから、いざ参ろう。豆腐台を取りに行きましょう。今だいぶ北条が攻めてくれてるので、この北条勢を排除しつつ、ちょっと遠回り1個しちゃいましたけど、まあ問題ないでしょう。これ以上北条に城を渡すわけにはいかない。甲府台に大兵力を送っていきます。出陣します。出陣します。ここでご命令ください。先月の終始です。甲府台を囲んでいる伊達軍を排除しつつ、へばった甲府台城をもらい受けましょう。出陣します。出陣します。西国方面も気になるし、伊達との戦いも忙しいし、表情を始めましょう。かなり緊迫した状態が続きますね。先月の終始です。報告いたします。そしたら余った兵力でこの南、千葉の南房総半島を取りに行きますか。先に出陣します。ブルーリー城ってかなり防御力が高そうな城ですね。耐久が8000。かしこまりました。出陣します。このブルーリー城を作れば、いざ参ろう。腕が鳴るぜ。いざ戦え。お、これがもう氏郷のエピソードですね。
蒲生氏郷の能力値もかなり高く設定されてますね、この信長の野望上では。ご命令ください。先月の収支です。報告いたします。徳川軍も小田原攻めに入ってるな。これ小田原城を取られると家康にそれはそれで腹立たしいものがあるので、小田原城は自分のものにしたいな。我が戦お見せしましょう。加勢しよう。でここでは北条軍が最後の抵抗を見せてるな。ここで兵力を失うのはもったいないな。玉縄城に兵力を差し向け直しましょう。今ならまだ玉縄城が取れる。ご命令ください。先月の収支です。この江戸城は最前線になりそうなんで、ちょっと至急回収して勢力を拡大していきましょう。我らに撃てる敵はありません。助立ちいたす。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。小田原がどちらのものになるか。うわ、小田原城が徳川に取られてますね。玉縄城だけでも何としても抑えましょう。我が策、戦場を制す。出陣する。敵に城を奪われました。どこの城が奪われたんだ。ちょっとどこを取られたのかがわからないけど、この対北条伊達戦線ではないと思いますね。ちょっとどこを取られたのかすぐにわからないけど、多分違う。大丈夫なはずだ。ご命令ください。先月の収支です。甲府台は結局伊達に取られる感じになりそうですね。で玉縄も取れない可能性もある。そしたら今出してる部隊は一度城へ返しましょう。結局切り取り次第といっても江戸城を抑えただけか。ご命令ください。先月の収支です。ただ江戸城は報告いたします。かなりの巨額にできるので、そこはそこでよしとしましょう。で北条の息の根を止めるのは伊達じゃなくて明智じゃなきゃいけないですからね。で北条傘下の武将たちを全部取り込んでいきましょう。表情を始めましょう。
先月の収支です。そういう意味では少し兵力を回復させて一気に城攻めに入っていきたいですね。もうちょっとカクカク兵の回復を待ちますか。あと 2,3 ターンも待ちましょう。いつ伊達が本格的に侵攻してくるかもわからない状況ですので、いざ戦の城の回収はお見せしましょう。表情を始めましょう。先月の収支です。鉄不足になってるんだな今。じゃあこのターンは一旦これで、いやいや終わりにしないで取引で鉄を買いましょう。金は御用を受けたまわります。たくさんありますからね。ありがとうございました。回収。出陣します。いざ参ろう。大勢に信長が出てるな。出陣します。戦へ参る。ご命令ください。これはね、ただ逆に言うととても好機と言えますね。なぜなら伊達は北条攻めが一切できない状態になっていると思うので、この機を逃さず北条を一気に叩きましょう。いやー立山も耐久1万かなりあれだな。北条もここに力を入れてきてますね。まあ、最後のまさに砦という感じでは確かにありますからね。ただここはどうしても明智の手で北条は滅ぼしたいので、全軍を持って叩きに行きましょう。こんなところかな。で最後にだいたいタイミングを合わせて雪村も出陣していきます。腕が鳴るぜ。いやー甲府台はお見せしましょう。信長軍と伊達軍が全面戦争に入ってますね。出陣するぞ。かしこまりました。出陣するぞ。ご命令ください。先月の収支で対する北条勢は犬飼源八さんが7400で出陣してきていて、さらに千坂も影近かな、5000で援軍が出てますね。これは結構大きな戦いになりそうだな。出るぞ。必ずや勝つ。いざ参ろう。表情を始めましょう。先月の収支です。戦にはなってますね。このままうまく取り囲めれば回線の処理で一気に取りましょう。とはいえ、かしこまりました。力攻めていいでしょう。
兵力差が3倍以上ありますからね。ただ縄文も硬いな、さすがに耐久が高いだけあって。始めようか。あなたたちに勝ち目はありません。貴様らのことをよめておる。赤土だよ、炎となりて敵を焼き尽くせ。我が槍で冥府へとお送りしよう。かっこいいね、やっぱ雪村は言うことが。我が槍で冥府へとお送りしよう。承知いたしました。これで終わりよ。我らの意地見せるは今ぞ。お前たちに勝ち目はないぞ。取り掛かりましょう。行きます。ただだいぶ兵力を失っていくね。やっぱり城攻めを力攻めにすると。ただ耐久が高いな。モグラ攻めをかましたけど、敵城門突破しました。お任せください。赤土だよ、炎となりて敵を焼き尽くせ。我らに撃てぬ敵はありません。城門を破壊しました。引き際はわきまえねばな。城門を破壊しました。我らが制す。まああとはお任せでいいかな。まあいろいろと兵力は無駄にしてますけどね。ここはもうこのまま任せちゃいましょう。我らが行くぞ。とくとご覧あれ。正々堂々勝負しなさい。お前たちに勝ち目はないぞ。男と言ってもこんなものですね。引け。さあこれでもう敵兵はいなくなったので、あとは本陣じゃない、本丸。城門を破壊しました。これで終わりよ。クルリ城を取ればあと2つ北条は。まあもう時間の問題でしょう、北条を落とすの。これでクルリ城が誰のものになるかですね。よし、我がものになっている。これはいい傾向だぞ。かしこまりました。かしこまりました。あとはこの立山城だな。立山城もかなり頑強な城になってますね。かしこまりました。耐久が1万。ただここはどうしても家康に渡すわけにはいかない。我が戦お見せしましょう。かかれ。報告いたします。家康よりも先に城に取り付かなきゃいけないですね。かしこまりました。かしこまりました。承知いたしました。これは何、ここに来て伊達が参戦か。北条と伊達は今停戦3ヶ月を結んでるんだな。あと残り厄介な時に伊達が来るな。承知いたしました。出るぞ、助太刀いたす。いざ参ろう。ここは海戦で一気に引くぞ。幸いにも先に城に取り付いたのは我が方明智のはずですけど、そこに続きなさい。家康軍も参戦してくれるので、それはやりやすいね。徳川軍が先にバシバシ戦ってもらえればこんなにありがたいことはないですからね。
始めろ。これで終わりよ。引くぞ。この攻め見切れまい。逃げるの今のうちですよ。我らが行くぞ。もっとご覧なれ。皆の力で勝利をつかみましょう。の兵力を全部削り取れれば、あとは城門突破していくだけですから、ね、我らが行くぞ。とくとご覧あれ。城門を破壊しました。この戦我らが制す。この攻め見切れまい。参ります。城門を破壊しました。よし、これで敵は排除しましたね。敵兵力はゼロにしました。あとは城門はあと2つかな、突破していくだけになりましたね。もうただ守備兵がいないので、かなり早い段階で城門も突破できそうですね。敵城門突破しました。攻めに耐えきれるか。城門を破壊しました。このまま一気に本丸へと攻めていきましょう。生きれまい。続きなさい。我が道を阻むなら容赦はせぬぞ。逃げるなら今のうちだぞ。我らが行くぞ。とくとご覧あれ。逃げたければ逃げなさい。これで決めます。我らが行くぞ。とくとご覧あれ。最後の城門も硬いですね。これが耐久1万の城か。ん、誰かが参戦し、我らが行くぞ。とくとご覧あれ。成瀬正成7000が参戦してきましたが、敵城門突破しました。これはこの戦先に飛びついたのはかしこまりました。この立山城は当然明智家のものになるはず。これで徳川家のものになったらかなりショックだな。何、徳川家のものになってる。先に取り付いたのはこっちのはずなんだけどな。やられたね。悔しいね。となればもう本当にこの満期城は絶対にこの明智が落とさなきゃダメだ。すでにただ城に取り付きつつあるな、織田軍が。止まれ。いやー悔しい。絶対こっちが先に取り付いたと思ったんだけどね。いやまだ早いよ。まだ信長に独立をするのは早すぎる。せめて3カ国から5カ国ぐらい領有した状態で独立しないとまたあっという間に信長に滅ぼされますからね。ここは堀田さんを派遣しましょう。で提案人材、そろそろもう2、3人欲しいな。毛利勝長をもらいましょうか。いや本当に信長参加は優秀な武将が多いな。ここで今北条軍と
伊達軍の連合軍と戦う感じになりますね。皆さんお気をつけて。表情を始めましょう。報告いたします。出陣する。江戸城に向けて1万2000の軍勢か、さらに7000、合計2万の軍勢が相手か。逃げたければ逃げなさい。戻ります。これはどうだ、耐えられるか。江戸城に守備兵が1万1300しかいないのか。これ厳しいな。信長軍から援軍が来ないと江戸城を奪還する恐れがあるね。報告いたします。かといって今から兵を返しても間に合わないでしょう。これはもうどちらかっていうとここを取り切った方がいいよね。3400か、少ないな。もうちょっと欲しいね。合戦を仕掛けて一気に城は取りましょう進むと思ったけど、結構多いね数が。これは合戦でやるよりも普通に今挟んでる状態なので、このまま戦った方がいいな。敵将捕らえたり。次は伊達だろ。表情を始めましょう。先月の終始です。伊達家の攻略ね。そしたら急いで手を返して江戸城の救援を行いましょう。通信する。この江戸城を失うわけにはいかないですよね。回収していきましょう。満期城が落とされるな。今度は満期城が落とされるぞ。どうする、間に合うか。戻って。かしこまりました。かしこまりました。忙しいね、右に左に。我が領内に敵が迫っております。我が領内に敵が迫っております。今度はクルリにも7000か。いやー、だいぶ伊達軍との戦いが熾烈を極めてきましたね。報告いたします。信長軍から援軍がもうちょっといい感じの勢いで出てこないと苦戦しそうだな。北陸方面は何をやってるんだ信長は。まあちょっと今回伊達との戦いに入っていきそうな感じですが、時間がだいぶ長くなってきましたので、今回北条をね、切り取ったというところで終わりにしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。
また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。